お待たせ、ちょっと難しいですね。お待たせいたしました。お待たせいたしましたかもしれません。お待たせしすぎたかもしれません。でしたっけ。すいません。あの、全羅監督がちょっとハマりまして、ね。お待たせしましたよ。お待たせしましたよ。そう。あのね、ドリームアカデミアはね。ドリームアカデミアでございまするよ。はい。あのー、 ちょっとね、今、販売、募集時期をいろいろ考えてるんですけど、どうしようかな。まあ今回ね、あの20万値上げで最後になるので、まあちょっと結構案内しようかなと思うんですよね。その、準備期間ですね。本当は5月中にしようかなと思ったんですけど、6月1日にしようかな。まあちょっとすみません、考え中です。とりあえず番宣はどんどん取っていくんで。 でも一応予定してるのは募集期間は3日間で予定してるので多分ね、今日の段階では今日の段階では6月1日から3日にしようかなと本当はね、再来週ぐらいに案内しようかな今月中に案内しようかなと思ってたんですけどうんちょっとね、最後なんでもうこれね、もう案内しないですからね <laughs> 案内しないのでもう一生に一度ですねこの まあ本コース今、今回ご案内するのがドリームアカデミーアドバンスコースっていうコースなんですけども、本コースはね値上げに値上げして120万なんですよ。アドバンスコースは今回20万値上げするんですけども、これがもう最後ですね。本コース120万、アドバンスコース60にしたいので、これが最後の案内になるんで、最後だからちょっと多めに告知していこうかなっていう,う、そんな感じでございます。 まあ興味ある方はね、今回はまあ間違いなく入っておった方がいいと思いますけど、興味がない人はスルーしていただいてね、全然いいんですけど、あの、まあいいとしか言いようがないですね <laughs>。本気で学ぶんだったらいいとしか言いようがないですけど、本気で学ぼうという気持ちがないんだったら別にまあ僕以外の教材買っても塾入ってもコンサル入っても一緒ですけどね。まあ何がいいかっていうと、僕自身が他の,その発信者に比べると、 まあ運営してる人に比べると多分ねちょっと考え方が違うとね <laughs> うんなんか背中見せるという考え方でやってるんで僕自身がやりますからねだから今月のそのべまあ毎月ねその勉強会っていうまあ毎月コンテンツもねアップデートしてるんですよねだから1回入りましたその後ずっと僕が60歳までコンテンツがね アップデートされまますすす新しいコンテンツが毎毎月月入ります毎月ですよそれあと20年間やるんで,で少なくとも,もこの5年以上は毎月コンテンツ提供してるので、まあ、今月もまた新しく作りますけどで僕自身が現場でやってるんで、まあ、今月のその勉強会の講義も、まあ、直近の事例ですよね表では出さないデータとかも出してうん実際に僕が今やってることをこうシェアするっていうことができる。 それは何でかっていうと現場に僕も実際に売ったりとかしてずっと売ってますのでそこをお伝えできるっていうのは強みかなと思いますねまあそのコンサル業とかはなんかこうたまにいると思うんですけども例えば飲食店コンサルとかもそうなんですけど別に飲食店経営してない今,今現行で飲食店ガンガンね 10, 10, 10個とか20個か経営してるわけではないけどコンサルやってる人多いじゃないですか多分こっちの方が多いと思うんですよ 多分その経営してたら経営が本職なので経営,しな経営の本職を回しながらコンサルやるってかなりしんどくないですか,なんか物理的に結構難しかったりするのでだ大体コンサルやる人っていうのは、まあ、昔経験があったとかもしくはコンサルに特化して、まあ、その実際にコンサルを受けて、えー、その受けた人が結果出たよという結果出たよエビデンスですよねを元に武器に名刺にして なんだコンサル業するみたいな話ですよね。うん、まあ僕はまあ両方やってるので両方しかも一人で回してるっていうね自分でも売りまくってるしそれを教えてるしっていう結構あんまりいないんじゃないかなと思いますね。うん、だからまあ,あの過去やってましたもしくはやってないけどそういう教えることをメインに事業をしている、うん、ビジネスをしてる人もいるので。 まあ、あなたがどっちを選ぶかですね。選ばないか選ぶかどっちもいいですし、まあ今は無料もいっぱいありますからね。で、やっぱあとは、えー、っと、僕は17年前、まあネットビジネス始めたときはね、そんなにその情報がなかったわけですよ。だから、やっぱさすがにその情報ないので買うしかなかったっていうのはあったんですけど、今は別に情報買わなくても無料でいくらでも情報は取れるんで、ただしね、その初心者の人、初心者の人の場合は、 逆に言うと情報がありすぎるんで何が正しいのっていう結局 <laughs> 結局情報は昔に比べるとね17年前に比べるとネットで稼ぐために必要な、えー、情報ですよねどういうふうにやるのかっていうハウツーも全部マインドもハウツーも全部無料であるわけですよだけど17年前から結局変わってないってことですね情報が出ても結局変わってないそれは何でかっていうと結局初心者の人はその情報を選べないってことですね まあこれはお悩みもいただきますけどね。何やったらいいですかとか、あと、情報がありすぎるんで、もう、ぶれるわけですよ。わかりますうん。だから、まあ、あの、一つに決めて、お金払って、ここだって決めた後は、無料だとやっぱサポートは受けづらいですよね。無料で20年サポートを受けられるコミュニティってありますお聞きしたいんですけど。僕、60歳までやりますけど、無料で、20年間無料で、 サポートをしてくれるコミュニティってありますあるんだったらちょっと紹介してほしいですね。うん。そ,その人は逆にどうやって飯食ってんだって話で <laughs>。うん。そう。まあなんかね、その学校の先生とかは別ですよ。だから給料の元が、まあその、なんだ国家公務員とかだったら、まあ税金ですかね、給料入るじゃないですか。だかそれは別にね、あの、生徒に、まあ生徒、まあ、 学費も一応取ってるっちゃ取っっててるゃますすから、まあ、あれなんですけど、うん、僕はまあ直接お客さんに売って飯食ってるので僕のビジネスモデルはねダイレクトダイレクトにお客さんに商品売ってそれで正規立て,ててるので売らないと飯食えないんで僕はなんか売るしで売った僕が実際に体験したことをしっかりこうなんだシェアしていくってこともやってるんで、まあ、それがまあ他の人とちょっと違うかなと思いますけどねうん。 まあ、あとはもうさすがにもう5年ぐらいやってるんであと5あと10僕はあと5年やったら10年って言えるんで10年って早く言いたいんですけどこの再生数で 10, 10年後もねこの再生数でビジネスやってたいんですよてかやれるようにやってるんですけどまあ5年はやったんで5年できたこと5年後できないのかっていうとそう多分それはないと思うんでだから僕の強みとしてはこの少ない再生数アクセスでもしっかりとこう売り上げを作り続けているっていうことですね。 でこれがあと5年実際にそれをやりできれば10年って言えるので10年この再生数でずっと稼ぎ続けてるっていう人は多分ほぼいないと思うんでうんだからその、まあ、ビジネスで売り上げを上げる時ってまあ客数×客単×リピート率みたいな。 だからまあ客数と客単の数式で言うんだったら広告分回して客数と客単で広告分回して広告の送引分岐点考えてそのコンバージョンしてバンバン回せばそれでもできるんですよ。で僕は広告1円も出してないしね a フェイスブック広告とか PPC 広告出してないですし、えー なんだメルマが号外広告とかも出してないですし、まあ、無料で全部やってるんですけどもこの再生数でずっとやってるってことは何かっていうとそこにリピート率も圧倒的に加わってるわけですよだリピート率は多分ね70%ぐらいあるんじゃないですか80%とかおそらくだって新規で買う人がだから新規で買う人が2割1割ですもん僕本当に でも、新規が2割、1割なんだけど、結局その新規の2割、1割がリピート80%につながってるんで、つながるので、まあ全員がリピートするわけではないですけどね80、80%ぐらいはトータルでいくと、まあなんで、まあ、そもそもなぜリピートするのかっていうと、ずっとやってるからですね。僕がやめたらリピートして買う商品ないじゃないですか。僕のリピート,リピート率がいい,のいい理由っていうのは、常に毎月商品を売ってるっていう。 まあそれのベースがああるるっちゃあるんですけどねただ毎月商品を売ってたとしても売れなければ売れないので、うん、まずベースとしてはお客さんがリピートできる商品があると出してるとプラスじゃあなんでじゃあそれを買ってくれるのかってじゃあそれをどういうふうにやってるのかっていうふうにどういうふうにお客さんとの関係性を構築してるのかとかね、まあ、そういうのは教えてますし、まあ、実際にそれを実践されてる熟成さんはあの少ない、ね、数でもねしっかりと売り上げ作ってますから。 これよく出しますけども、うん、あの、熟成さんで1億売り上げ作った熟成さんも、チャンネル登録、今何本だ鷲津さん、鷲津さん。鷲津さん1000人いったかなあ、まだいってないですね。鷲津さんの YouTube のチャンネル登録929人。今日時点で929人ですね。1000人いってないですよ。YouTube って広告収入やるんだったら1000人が基準じゃないですか。ね ?1000 人いってないですよ。基準達してないですけど、 1>, えー、1億ですね、もう5。5年ぐらいで1億ですね。売り上げ。だから年間2000万ぐらいですか ?2000 万から3000万の間だと思います、うん。ただもう結構商品単価が上がったので、この前も報告もらったんですけど、3日前か2日前ぐらいかな。またなんか売れたっつって150万ぐらい上がったって言ってましたけどね。うん、150万上がったって言ってましたね。うんまあ多分もうちょっと年間の売り上げボリューム上がると思いますけど。 鷲、うん、津さんのチャンネルも多分再生数そんな多くないと思うんですけどね。大、う、体、ん、いい100から200の間かな。平均すると。鷲津さんも。鷲津さんも100から200の間ですね。平均すると、うんはい。それで1億です。年間2000万から3000万の間ですね。まあ、ただ、今年とか来年ぐらいからもう単価がだいぶ上がってきてるので、 まあ4000万ぐらいになるかもしれないですね。うん。そう。まあ単価の部分じゃないですか。うん。その客数めちゃめちゃ増えてるわけじゃない。鷲津さんも客数もね、いきなりその動画の再生数が平均常時1000回、2000回、3000回、1万回回ってるわけではないので、ずっとこのぐらいずっと維持してますので、客数が一気に増えてるってことはないので、だただ客単はどんどん上げてるので、鷲津さんもね。うん。そう。それはまあ、 あ売上上がりますよ、ね、客単上がってるわけですから,、うん、だから僕もねドリームアカデミーはどんどん上げてあの今120万ですけどアドバンスコースは今40万ですか一括割で40万ですけども、うん、今度60万になるわけですから、うん、あまあ安いうちに買っといた方がいいとは思いますけどいかがでしょうか まあ僕もこの20万値上げするのこれが最後なんで、結構な値上げ率ですよね。20万って結構大きいと思うんで。なんで、まあ、興味があるんだったら、今回入っとけっていうことで動画をもう本当に撮ってきますんで。あとなんすかね。うん。まあこれぼやきなんでね。ちょぼやきですから。ちょっといいっすか。 すみませんぼやきなんで <laughs> ぼやきながらも万宣していくっていうあとなんすかねやっぱ僕みたいなスタイルの人はまあまあいないかなって感じですねまああのドリアカの講義はちゃんとやってますよジャケット着てちゃんとやってますけどまあ無料なんでねこ,うこんな感じでやってますけどまあ一応これも衣装なんでねすみません衣装ですから 30枚か40枚 T シャツなんですけど。<laughs> このまま買っちゃいましたからね。あと何すかねなんかあるかなうん。まあよく言うんですけどね。よく言うんですけど。まあよく言うんですけど、これからも言いますけど。 まあね僕が言わなくても気づいてるとは思います僕の動画見てるってことはね気づいてるとは思いますけどうん、やったほうがいいですよなんかうんまあ僕もね値上げしますけどまあ世の中もみんなうまい棒もうまい棒も2円ぐらいですけど値上がりしたしガリガリ君も値上げになったしまあとりあえずガソリンもね100円台に戻ることは100円台というか110円とかに戻るのはまあちょっと考えづらいじゃないですか。 昔でも110円とか120円ぐらいじゃなかったでしょ今なんか150円とか160円とか170円がなんか普通になっちゃいましたけど、うん、まあどんどんね、まあ、ウクライナはまだやってますからねあれ投げよともうプーチン終わらせろよって話なんですけどまだやってるじゃないですかあれもう二かもうもうちょっと3か月ぐらいなんじゃないかなってってねあのウクライナの件でね相当いろいろ世の中またがっつり動いたじゃないですか。 やっぱロシアはねエネルギー産業というかエネルギー結構こうやってたんでそれを全部制裁つってねロシアと取引しなくなってから自国でやるとかそれでいろいろなことになってるわけじゃないですか。で今後も,まあもう日,本の経済日本の経済もまあ過去最高の円安みたいな感じでもう正直、日本もやばいじゃないですか日本に希望があるかっていうと多分こうね立て直しは難しいと思うんですよ、僕は。 あなたはどう考えます日本の未来僕は申し訳ないですけど日本の立て直しは難しいと思います、うん、僕はね、うん、だから日本に期待する会,会社に期待するまたバ、まあ、僕はバブル経験してないですけどバブルみたいなねあのバブル時期って多分日本がトップ取ってたのかな世界の結構バブルの時って、まあ、今はもうガ a f a みたいな感じですけど昔はそういう企業はね何十社も 世界にこうのトップに立ってたっててたいいう時代があるわけじゃないですか日本そのそこにぶり返すってこと考えられますなんかそのボーナス2 0 3 0 0万出るみたいななんか昔ボまあその業種によって変わるとは思いますけど普通のサラリーマンでもボーナス2 3 0 0万出てた時代があったらしいですよどうですか多分戻らないと思いますけどね <laughs> その時代には戻らないと思いますしどん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 その 結局、その金使わないんで、要はまあ僕もこう煽ってるというか、まあ、実際事実なんで、その事実を言ってるわけなんですけども、まあ、実際そうじゃないですか、嘘ですか、値上がってるじゃないですか、全部が、ウクライナの戦争嘘ですか、いや、本当じゃないですか、<laughs> まあ事実を言ってるんですけど、でもその事実をみんな目の当たりにして、どうしてるかっていうと、お金をね、使わなくなってるんですよ。こう使わないのに、どうやって経済は盛り返すのが無理じゃないですか、こんなのは。 だからもう,もう今もうやるべきもう日本の経済を立て直すんだったらもう、ね、なんかあのお金をみんながこう貯金せずに、ね、みんなが使えるような仕組みだったりとかもしもしくはお金ばらまくしかないですよだって使わないんだからそもそもお金流通しないじゃないですかお金じゃあ流通しないから日本,日本銀行ですかお金の紙幣がガンガンめちゃめちゃすったらその、まあ、需要と供給っていう言葉じゃないか ね、その札が大量に増えちゃうんで、ね、あの金貨とかも、ね、埋蔵、ま、いっぱいできるんだけどその埋蔵量を、ね、調整してるみたいなダイヤモンドとか金貨もそうであまりにもその紙幣が流通しすぎたらその紙幣の価値って下がりませんなんか昔なんか社会の勉強でなんかなんかこんなの買うのにこんなの買うのに札がこんな必要だみたいなね まあ多分そうはな、まあ電子化が進んでるんでそうはならないんですけども、でも中国とかなんか、中国の元でしたっけ、そのンをそのデジタルペイみたいにして、で、なんか配ってテストしたみたいなニュースを、今年だったかな、見ましたけどね。だからその、国債、だから国の、国の電子通貨みたいなのを作って、国の電子通貨っていうのを作って、ばらまくとかね。 でその流通させて動かすっていうな、なんかそのとにかく動かすっていうことをしないと、かなり難しいと思いますね。だって給料増えないんだから。で、給料増えない理由って、みんなが買わないから、売り上げ上がらないから、それは給料、だから、も,もうこのジレンマから抜け出せないですよね。給料が上がらない、給料が上がりません、市場のか物価は上がります、給料上がりません、だから、やばいよねってって貯蓄するじゃないですか。で、みんながお金使わないから、 会社の売上も上がらない会社の売上が上がらないから給料に還元されないで給料が少ないからずっと貯金するでまた動かないっていうもうこの悪連鎖というかねこの,この泥沼ループからはね抜け出せないですよねうんだから多分まあだから自分でこうお金稼ぐっていうスキルをつけないとつけといた方がいいんじゃないですかというお話でございますけどいかがでしょうか まあ気付いてるとは思いますけどどっかでやらないとやらなかったら後々しんどいですよ。僕はもうやれるときにやっときますけどねまあ動画に関しても,もブワーやっておきますしいろいろやりますけどやれなくなりますから本当にやりたいと思った時にやれなくなるしやりたいと思った時にやれなかったら何もできないしだからまああのね お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。みたいなね。あのー、なんだ。あのー、えーっとせ、裸の監督。裸か,か、なんだっけ。裸の監督。自分で言っときながら <laughs> 全裸全裸。全裸監督か。全裸監督。全裸監督の、全裸監督の、 西村,村西さんか村西さんすごいですよもう不屈の精神ですよあんなのは <laughs> そうあのね村西さんの,その,、まあ、あの全裸監督シーズン2の,あの最後村西さんがなんか仕事をしてるのがあるんですよでそのティッシュをねこう拭くみたいなねで何でもやるんですねみたいなそう何でもやるぜみたいなねなんかもう何だ 恥もったくないですよね昔、その,あの AV の帝王って言われた人がなんかティッシュ吹いてるみたいな。で、それで僕ね、あの実写版見つけて、マジであれみたいな。いや、あれねあの、サマーズだったかな。なんか、そのなんかやってんっすよ、本当に。で、そのままでした。僕、びっくりしたんですけど。その、<laughs> YouTube で検索すれば多分出てくると思うんですけど、その全裸監督の西村さんの、 村西,さんか村,西村西徹さんのティッシュ、ティッシュ、ティッシュ。なんかね、ティッシュ拭くやつがね、誰かがアップしてたんですよ。で、本当にティッシュ拭いてたんですけど、なんかサマーズ、村西徹、サマーズ。なんかね、まあ、誰かがテレビ番組切り取ってたんですけど、本当にやってんなみたいな。 すすごいっすよねあちょっとなんで検索すれば出てきたかなんかね誰かがそのテレビ番組の映像をアップしてたんですけど、うん、すごいですよね。うん、もういろんなそのこのジェットコースターなんだけどのこういろいろ乗り切っていくっていうか、うん、うすごいですよ。 だこれからもね多分いろんなことあると思うんでやっぱのなんか乗り切っていかないと自分でこう乗り切っていくっていう力自分で稼ぐっていう力がないとうん生きていくのはしんどくないですかうん,なんかね自分に合うとか合わないとか好きとか嫌いとかなんかわがままだなと僕は思うんですよねだからその善田監督の,その最初さっき言ったそのティッシュのシーンとかも,もうなあとねあのあれもそうなんですよあの 有吉さサル岩石でめちゃめちゃ売れてね、まあ、これもね、まあ、なんか物語でテレビ番組で昔やってたんですけどその有吉さんって今もう引っ張りだこというかまあそのレギュラー番組かなり持ってて、うん、多分年収何億円あると思うんですよ有吉さんで昔そのサル岩石知らない時代の子もいると思うんですけどサル岩石でもめちゃめちゃすごいことになったんですよだって本とかも300万部とか売ってるんですよ本とかも売ってるし CD も200万枚ぐらい売ってるのかな めちゃ、今、今じゃ考えられないですよね。CD 何百、ミリオン売るって、もう、まあ、昔はね、ミリオンっていっぱい、まあ、ちょっとあったんですけど、今考えると、ね、白い雲のようにって、どれぐらい売れたんだ白い、し、白い、し、白い,し白い雲、売れた。 白いよ雲のように<え>多分100万枚売れたんじゃないかな何枚売れたあやっぱ白い雲のように113万枚売ってますねでその月っていうあこのコンビニも懐かしいっすねコンビニもコンビニも聞いたな 月,月ってやつも40万枚売ってますね。白い雲のようにが113万枚、月ってやつが41万枚、コンビニが万に約20万枚か。で、君の青空が13万枚。すごいっすよ、これ。つまり、まあ、トータル累計で、トータル累計200万枚ぐらい CD 売ってますよ。で、多分、サル岩石の本ですよね。サル岩石の本は、 サルガン石の本が多分ね、三百あ二250万枚、サルガン石日記、サルガン石日記250万枚売ったらしいですよ。サルガン石日記250万部売ってますね <laughs>。すごくないですか <laughs> で、一気にブワーいったわけですよ。ね。時代のこの長寿みたいな、ブワーいってね、その後ブワー下がってね、で、仕事なくなまあ天狗になってしまったっていうのもあるらしくてね、まあ、仕事がどんどんなくなってってって、 まあ相方の方は違うとこ違う道に進んでで有吉さんがそのなんでこうぶり返したのかっていうとあの全部ねなんか恥も何も捨てて全部捨ててプライドも全部捨ててとりあえず全部捨てて忘れて全部捨ててまあ仕事何でもやりますと何でもやらせてくださいっつってでそっから徐々に毒舌トークみたいなキャラ付けがちょっとずついってでブレイクしたみたいな話ですよ。 なんか全部捨ててでもねこうやるっていう嫌なことでもなんかこうやっていくというかうん、まあ、それ結構僕大事だと思うんですけどねなんかみんな,なんか、まあ、ちょっと上から目線で申し訳ないですけど稼げてないのに何か稼ぐ方法を選んでるみたいな申しますね稼げてないのに稼ぐ方法を選んでるっていう別に選ぶのは自由なんだけども か僕からすると、僕はね、まあ、た、まあ、多分この話をしても全く共感されないし、全く嘘だろうって言われる、言われますけど、言いますけど、喋るのも嫌いだし、まあ、嫌いだったですし、苦手だったわけですよ。だけど、一人で自分でね、自分のキャラクタービジネスやっていく、自分で商売やっていく、吉谷拓郎を売っていくってなった場合、喋れた方がいいし、セミナーできた方がいいし、ね、自分の、今まではゴーストライターでね、他の人の、 名前を借りてネームバリューを借りて、まあ、文章書いてましたよでもその人はね、まあ、もちろん全員が顔出ししてる人ではなかったですけども、まあ、大半は顔出ししてちゃんとやってる人が多いわけですよもちろん顔出しできない人もいたんで、まあ、それは顔出しせずにまあライティングしてましたけどもか自分でこうビジネスやっていく上で、まあ、お客さんから見るとねお客さんから見るとどちらかというと あ顔が見えてねあ、この人こういう人なんだって分かった方がまあ安心じゃないですか。なんか野菜とかもね、なんかその、なんか顔が見えるね、野菜の方がね、顔が見える野菜とか最近ありますけど、でそ,そっちなのか、偽装されてるのか、されてないのか分かんないのか、よく分かんない野菜を買うのか、どっちがいいかっていうと、あここで作られたんだ、あここって安心,安心だなと思うが買いやすいじゃないですか。ね だから僕はもう顔も出して、あの、この喋るのもあん,のあんま得意じゃなかったですけど、もうや,やりまくりましたよ。だから自分が好きとか嫌いとかじゃなくて、何をやった方があ自分の中でいいのかなと、今後ビジネス、自分のビジネスをこうやっていく上で、どういうふうにやっていった方がいいのかなって思った時に、嫌だったし、やりたくなかったけども、それを選んでやりました。でもその結果、やりまくった結果、今は好きかと言われると、うん うん、好きではないかなどうなんだろうな好きかなどうなんだろうなちょっとわかんないですけどね。うん。うん、好きなのかな動画撮るの。まあ、なんかストレス発散みたいに使ってますね、今は。一人カラオケみたいな、もはや。<laughs> 動画一人カラオケみたいなね。うん。なんか好きというか、発散してる部分ありますね。<laughs> まあ、その発散するぐらいのレベルになったっていうね、もはや。 まあもはや自分の中で動画撮るっていうのは別に普通だし昔は特別なことだったんですよ動画を撮るってカメラの,メラの前に向かってね何喋ろうってねレックボタンを押す前にちょっとね悩んだりとかしてた時期もあるんですよ僕も今は全くないですけどね全くないけど1ミリも1秒たりでも悩むことはまあただ有料商品は時々あるか 今、ちょっと R の思考っていうのをちょっと作ってるんですけど、今日もちょっと収録してたんですよ。で、それちょっと今日やり直ししたな。最初の出だし <laughs>。まあそ、それ有料なんでね。まあ、無料とかまあ全くないですね。たぶん。全くではないか。まあ、1000本やって1、2本あるかもしれないですね。あ、ちょっと違うな、みたいな。だたまにありますね。たまに。でもまあまあ、ほぼ皆無ですよ。うん。別にもう、まあ、無修正でね、いくらでも取れるんで。で昔はそうじゃなかったんで。うん。 でもそれでもなんでやったかっていうと、まあ、今後の自分の未来のことですよね未来のことは分からないけどもかる大体分かるじゃないですか未来のことは分かんないですよみんな未来のことは分からないんだけどそう想像っていうかねある程度まあ分かるじゃないですか例えば動画をね、まあ、や絶対やらないと思いますよやらないとは思いますけど動画10万本喋って話が下手になる確率あります 動画10万本やってその中で思考改善して商品売っていくっていうことをや10万回この試行錯誤して練習して下手になる可能性はどれぐらい何パーセントありますかとこれ下手になる確率もうほぼゼロですよね少なくても上に上がるじゃないですかどう考えても10万回の練習して思考改善して結果からフィードバックしていろいろやってねそれで下手になるっていう可能性は僕はゼロだと思うんですね少なくても上がるってことですよねじゃあ未来上がっとった方がよくないですか 自分のスキルが未来になってもね思考レベルも未来になってもとと未来になっても思考レベルも上がっていないなんだ未来になってもトークスキルだったり書くスキル、まあ、ネットだったらトークが書くスキルなんでそれ上がってないとなった場合できないですよ <laughs> 結局未来,な未来も結局そういう人の話を聞いて、うん、買おうかな買わないかなああ今度こそはみたいな10年後も同じようにねノウハウコレクターみたいな。 いや、10年あったやんと。10年なんかやってればなんか上がってたよと間違いなく、これ言い切りますけど。いや、あなたがね、これ見てるあなたが <laughs> 10年練習してもね、なんかそのんや <laughs>、その可能性が上がりませんって思うんだったら、それはもう無理だと思いますけどね、うん。だってそれ考えればわかるじゃないですか。考えれば。だって、日本語とかも喋れるようになってんですよ、僕たちは。 <laughs> 別にその喋れない言語ってないと思うんですよね。日本人は英語絶対喋れないんですかお聞きしたいですけどいや外国語なんか喋れませんだって日本人で日本人の DNA があるからそんな外国語なんて喋れませんよと日本人は日本語しか喋れないんですよってあなたは言い切るんですかいやいやといやいやと誰でも。 日本人でも別に英語の勉強すればしゃべる練習しまくればしゃべれるよねっていう話じゃないですかわかりません、ね、そんな考えればだ僕はいつも言うんですけど誰でも変われるし誰でも習得できると思うんですよね僕はでもそれは人それぞれのかけられる時間だったりとかスペック 飲み込み力だったりとか受け取り力とか受信力だったりとか解釈力とか行動力とかが変わってくるのでその時間差はありますよそれはだスポーツもそうじゃないですかすぐやってピッてできる人もいれば、ね、10回やってもできない人もいるわけですよだからその差はありますよただしただしですよある程度やったらそれは埋められますよそれは そんなの、そ、ぼ、僕は量で埋められると思いますね、僕は、その、ある程度。ただしね、僕が言ってるのは、年商100億とか、僕は年商100億いきなが年商百億を目指してる時期もありましたけれども、年商100億は無理でした、僕。年商100億とか年商1000億は、僕、僕はどれだけ頑張ってでもそこは埋められないと、僕は目指してたんで、一時期。でも、だめだった。結構頑張、結構頑張っただと思うんですけど、まあ、年商100億は、僕は無理でしたね。 で僕が教えてるのは年商100億じゃあどれだけなんかめっちゃ量やってな、ね、い年商100億はいけますよっていうことを言ってるわけじゃないんですよ。それは量をやっても難しいと思います。年商100億年商1000億は。どれだけ量をやっても難しいと思います。ただし月収100万のこのレベルであるならば。 もうほとんど、もうほぼ100%の人がある程度の量をやれば到達できると僕は思ってます。なぜならば、20万円の商品を5人に売れば100万だからです。じゃあ、これ、いつも言ってるんですけど、ネットを使って5人集客することはできないのかって話で、もちろんコンバージョン制約率100%をいきなり出すというのは難しいとは思いますけど、まあ、ある一定の数ですよね。それぐらいは別に集客できるだろうと 数十人、数百人ぐらいはちゃんとやれば集客できるんで。で、じゃあその商品のね、価格。じゃあ20万円の商品を作ります。30万円の商品を作ります。50万円の商品を作ります。それは今まであなたが作ってこなかったから作れないと思ってるけれども、それ練習して作っていけば作れるんですよ。なんで作れないから、な、なぜ作れないかっていうと、作ってないから作れないんですよ。当たり前ですよね。作っていけば、作って売っていけば、あと価格上げる練習をしていけばいいだけなんですそんなの。 うん、だから月収100万に関しては、数式で因数分解すると、20万円の商品を5人です、50万円の商品を2人です、僕がこの少ない再生数でなぜビジネスができるのかというと、ただそれを徹底的にやってるだけですいや、吉谷さん、チャンネル登録100万人あって、常時再生数が10万回ぐらい回ってます、そんな無理ですよ、そんな私いけませんよ、多分いけないですね、多分それは難しいです。 再生数を上げていく、そのね、狙って、全員が狙ってね、このノウハウ通りにやれば、全員が狙って、このノウハウ通りにやれば、全員が狙ってアクセスが大量に取れます。チャンネル登録100万人いきます。そんなノウハウは多分ない。言い切ります。ただし、ある一定頑張れば100アクセス取れるとかね、ある一定頑張れば50リスト取れる。これはいけます。これはいける <laughs>。いや、マジでいけますからね、これは。 いやあなたがね、どれだけ頑張っても、いや、吉田さん、40リストも取れないなと思うんだったら、それは無理だと思いますけど、<laughs> まあこれもね、大切なお知らせでも言ったかもしれないですけど、鷲津さんのよく事例です、40リストで300万みたいなね、40リストをネットから獲得しました。ね、で、その40リスト、40人のお客さんにセールスをかけました。で、さたか単価は30万でした。で、4人のうちに、40人のうち10名が買っていただいて、えー、30万かける10名。 イコール300万ですこれは魔法ですかそこに魔法はありますかとその数式の中でなんか例えば四十4 0リストしかないのに100名売,り売れましたそれは魔法です <laughs> 40リストしかないのに100名売りましたそれは魔法でしょうだけど40名いるんだから10名売れる可能性はあるわけじゃないですかぶっちゃけ言うと40名いるわけですから40人に売ることも可能なんですよ わかりりまますす可能性はありますよねでも40名しかいないのに100名売るのは可能性ゼロですよね。だって40名しかいないのにそう透明人間作るのかみたいなね。<laughs> だからまあ,あの本当ね100万ぐらいだったらちゃんとコンテンツビジネスですねちゃんと集客をして自分で商品を作って売るっていうことを学んでやればあの可能ですから。 で可能じゃなく可能にするかしないかはそれをしっかりやって練習して改善してっていうことをやるかやらないかですよでもそれをやらないんであるならば一生できないです一生夢物語ですねうんやっぱドリームアカデミーはもう5年ぐらい運営してきてやっぱ熟成さんの結果報告事例もらうもらってるので まあやっぱそれをやっぱ見てきてき思,思いますよね、まあ、僕自身も変えてきましたけどもやっぱ、ね、熟成さんも全く初心者の状態がどんどんやってる人が変わっていって結果も出て1億円プレーヤー、まあ、売り上げトータル1億ボリュームを超えた人も出てきてやればやっぱできるなっていうじゃあ、もともとめちゃめちゃネットスキルがあったのかっていうとほとんどないですよ。 今、熟成さんで結果出てる人で、最初からね、最初からなんか、めちゃめちゃ稼げてて、スキルがあったっていう人がそもそも入ってないんで、まあ一部いますけどね、あやさんみたいなね。まああやさんは僕の、特別っすね。なんかブログアフリエイト、サイトアフリエイト、ブログアフリエイト、まあその300万ぐらい稼いでる人がどれ上入るっていうのは、ちょっと異例ですね。異例。<laughs> あれはちょっと異例。異端児です。<laughs> まあなんで入ってくれたかっていうと、吉谷さんがおもろいっていうね。 吉野さんおもろそ,面白そうだなみたいな <laughs> 面白そうでなかなか入らないですからね安くないんでねそうあまあ嬉しかったですけどねそういうなんかまあ本物というかまあガチでねあのそのサイトアフリエイトとかブログアフリエイトの,そ,のそ,それで稼いでる人ってあんま表に出てこないですからうんまあその人がやっぱねそういうなんだガチで稼いでる人がドリアーカーに興味持ってもらってまあ入っていただいてでまあ実際にその まあ今となってはね、まあ、あのすごくいよくしていただいていて、まあ、沖縄行ったら止めていただいたりとかこの前去年かあの鹿児島遊びに来てくれて一緒にりあの旅行して遊びましたけどそういう仲になれたっていうのは僕は良かったなと思いますねうん。だらまあ変われますよ、まあ、彼は変われますよっていうのは言い続けるしか変わった人を作り続けますね僕は。 うん、いや、やれば変わるよと、やれば変わった、ほら変わったでしょ、変わったでしょっていうのを何も何も作って対談もして、これからもしてきますし、うんまあ、それ見ても俺には無理だと思うんだったら、無理じゃないですか。うん、でも、無理だと思っても、無理じゃダメな時期が来ますよ。なんとかしないと。うん、会社、リストラになったらどうします会社の給料は上がんないけど、支出は増えるんですよ、どうしますっていう。 俺には無理だって言ってる、そんな甘いくないですよ。大丈夫ですか無理なことをできるようにしないと。できないことをできるようにした方がいいですよ。と僕は思いますけどね。うん、まあもちろんいろんな稼ぎ方があるので、合う合わないはあるでしょうけれども、僕はそのリスクなくですよ。情報発信って僕は金銭的なリスクはないわけですよ。YouTube も僕も2万本アップしてますけど、金銭的リスクはないわけです。0円ですよ。 一回赤晩も食らいましたけど別に赤晩食らったからって言って借金背負ってないです。ね別にいくらでも動画撮って0円だし月額費用かからないしインスタも7年ぐらいやってますけど月額費用かからないですよ。投資とかだったらねまず軍資金必要じゃないですかそもそも軍資金なくて投資できないですよね。FX やるにしてもじゃあ1万円もないのにどうやってやるんですかと。 まあデモトレードはできるかもしれないけど投資に関しては元金が絶対必要じゃないですかこれをどう増やすかなんでこれがゼロだったら無理なんですよでもネットで情報発信ってゼロでも別にいくらでもできるんだよよくないですか <laughs> だから僕がまああのよくお伝えしてるのはそのいくらやってもランニングコストはかからないとでスキルは や,や,やっていけばね、スキルはアップしていくわけじゃないですか。ね、お金もかからないし、やればやるほどスキルアップしていく。で、その、うん、儲け率、利益率も高いわけですよ。例えば、このね、ペットボトル、このコーヒー売ってますけど、これね、僕、スーパーで89円で買ったんですよ。税込み89円ですよ。じゃあ、これ1本売って、利益どれぐらい出んねんって話じゃないですか。89円で売ってたんですけど、これ、利益率いくらですかね。いくらですかね。<laughs> コン,コンテンツビジネスの場合はほぼ利益率100%ですからね。マジでほぼ利益率100%のビジネスってほぼないので、なかなかないですよ。うん、利益率ほぼ100%とかは、うん。だからまずこれしっかり学んでしっかり稼げるようになって、軍資金作った後続けるのか続けないのか、それを投資お金を使ってお金を増やす投資やるのか。 まず01で01で金がなくてもお金を作れるっていうスキルですよねそれは絶対あった嫌とか嫌いとか合わないとかじゃなくて情報発信をしてしっかり集客をしてお金を稼ぐというスキルをつけといた方が何があっても何とかできますよね。そう 例えばね、まあ、分かりやすく言うならば、例えば、うーん、まあ、投資の話もしましたけど、投資で稼ぐスキルがあったとするじゃないですか。でじゃあ、投資で稼ぐスキルがあったとしても、お金なかったらどうやってそのスキル使うんですか教えてください。まあ、もちろん借り入れしてくるっていうのはちょっと別枠ですよ。別枠なんだけども。投資で稼ぐスキルがあったとします。でも、お金がありません。どうやってお金増やすんですか なんか FX の取引所であなたは0円でもなんかレバレッジかけて 0×100 で100に 0×100 は0だけどあなたは特別に100でいいですよと1に0じゃないけど1にしておきますとうとそんな取引所ありますないでしょう0 <laughs> は0なんでも <laughs> 稼ぐどんなに稼げるスキルがあってやったとしても資金がなかったら運用できないしねうんでも 情報ビジネスはスキルがあれば、そのスキルを使って無料のねプラットフォームをいくらでも使い倒していくらでもできるわけじゃないですか。かここがね、僕ね、すごいいいとこだと僕は思うんですけど、いかがでしょうか。いかがでしょうか。どうなんですか。やるしかない <laughs>。しかも、しかもですよ、もうあのイーロン・マスクがね、イーロン・マスクが日本は終わったみたいなね、もう日本も少子高齢化じゃないですか。少子高齢化ですよ。 僕言わなくても事実でしょ。で、イーロン・マスクもね、このまま人口が減少したら日本がなくなるぞと。日本やばいぞと。今、日本の子供の生まれる出生率と死ぬのが、もうバランスがかなりこうなってきたのかな。かこのまま、まあ、まあ、僕が生きてる間は分かんないですけど、まあ、あと、ね、すごい時代もうちょっと進んだら、もう、もっとこのなんかピラミッド、逆ピラミッドみたいになるわけじゃないですか。どうしますっていう。え、人口増えてないんですよみたいな。この中で、あなたの会社何売っていくの 申しますね人口が減っていきます、あなたの会社、給料をもらってます、あなたはね。じゃあ、あなたの会社は何人口が減ってる中、何売っていくんですかって。あなたの会社も、まあ、国家公務員とかだとちょっと別枠ですけども、なんかのビジネスをして、で、誰かに商品を売ってる、もしくは B2B で会社間で何かを売っているから、あなたの会社の売り上げが上がって、給料が発生するんですよね。で、人口が減っていますと。じゃあ、あなたの会社は誰に売っていくんですかって話で。 かります <laughs> だから僕はネットしかないと思うんですよ。なぜならば人口が減ったとしても人口が減ってたとしてもネットの滞在時間は増え続けてるんですよ。だってね今ねもうちっちゃい子でもスマホのタブレットとかね iPad のタブレットで YouTube 見る時代ですよ。もう一ますね。<laughs> 今このよくはまだ子供言語も喋れないような子たちも YouTube ネット見てるんですよ。 で電車行ってくださいよ。ね、まあちょっと、鹿児島はちょっとあんま電車ないんですけど、東京の山手の線とかどうですかここは ?7 人とか8人座ってるじゃないですか。もう全員スマホ見てるじゃないですか。四六時中スマホ、四六時中ネットにつながってるわけですよ。だから、昔に比べると、昔は一家にパソコン1台みたいな。 会社から帰ってきたらパソコンのボタンを起動して、なんか昔はね、じり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 、今 SSD が多いんで、ピンって立ち上がるかもしれないですけど、ジジリジリジリハードディスクじりじりじり、WindowsXP とかね、98とかね、パソコン1家に1台みたいな話でね、ネットに触れる時間っていうのは少なかったわけですよ、スピードも遅かったし。まあ今はね、 どこでもネットに触れられるわけじゃないですか人口は減ってるけども昔に比べるとネットの滞在時間は圧倒的に増え続けてるわけですよここでネットで発信しないって大丈夫かとなんでそこに、うん、可能性というかねそこそ,そこそれすごいことだなって思わないのかなと思うんですよねみんなネット見てるのになんでそこにビジネスチャンスというかここで発信した方が絶対いいよねってならないのかなって僕は思うんですけど まあしかもねあの、僕のお客さんにね海外、海外に住んでて日本の方もいるわけですよ。分かります、まあ、僕のコンサル受けてる方でマレーシアの人とか、あとこの前、タイの人も買ってくれたりしましたけども、本当に距離関係ないですよ。僕、鹿児島にいますけど、鹿児島にいるけども、別に海外の在海外に住んでる日本人に商品売れるわけですよ。これ、すごないですかこれすごいと思うんですけどね、すごいと思わないですか 普通にね、コンビニやってるコンビニのオーナーになったとして、そのコンビニで、ね、じゃセブンイレブンのオーナーになりました、じゃあ、この商品をね、タイの人に売れますか、マレーシアの人に売れますか、スペインの人に売れますか、アメリカに住んでる人に売れますか、もう売れないけど、売れることは売れるかもしれないですけど、これ輸送大変ですよね。輸送 <laughs>。てか、買わないですよね。いや、アメリカにいいんだったら、アメリカのコンビニで買うでしょう。どうすか。 アメリカにいるんだったらアメリカのコンビニで買うでしょわざわざ日本のセブンイレブンで注文してなんか買わないでしょだけどそれができるんですよねそうだからね僕はね情報ビジネスをね極めた方がいいと思うんですよねこれからの時代うんいかがですかでさらに言うと僕はねあの声を大にして言いますけどいくら僕が言ったとしてもやる人は1割です てか1割以下ですだからこれもチャンスなんですよ。あの、なんだみんなネット見てるけど、やる人は1割なんですよ。もう一度言いますね。みんなネットを見てます。情報、まあ、SNS チェックします。毎日 SNS チェックしてます。YouTube 見てます。ねもちろん年代によってはネット見てない人、YouTube 見てないとかね、インスタ見てないっていう人もいるけど、まあまあ、ほぼ。結構ね、僕ね、ちょっとあんま良くないんですけど、エゴリサーチするんですよ。ね だたまに東京行く時ってとかその電車に乗るとねこう,こうちょちょ,ちょっとちょっとすみませんちょっとチラ見するんですけど <laughs> まあ結構インスタ率超高いんですよあっインスタやってんなみたいなあんまよくないんですけどね <laughs> でもねリサーチ上見るんですけどまあまあやってますようんであとまあこれ世代間が変わったら今のねそのあの 年齢が上の人はねその SNS 着嫌いしてる人もいるかもしれないですけど今の若い子なんか YouTuber 当たり前ですしでそもそもなんかなりたい職業ランキングに YouTuber がなで出てきてるぐらいなわけじゃないですかこれねあと10年20年経ったらもう相当だいぶもう,そもう変わりますよだって今だって今60の人が20年経ったら80でしょすいませんもうちょっとぽっくりいきますよね どうすかで、今、今0歳の子が、どうすか、20年後って20歳ですよ。生まれた瞬間、2歳とか3歳の時から YouTube なんか見てる子が二十歳になるんですよ、20年後。どうすか ?20 年後を想定しましょう,そう。20年後生きてるか分かんないけども、20年後も想定した方がいいと思いますよ。ね、明日生きてるか分からないけど、明日生きてたらどうするんですかと。20年後生きてるかどうか分かんないけど、 まあ平均寿命から換算してね、平均寿命まで生きれるかどうかわからないですけど、平均寿命80ぐらいあるでしょ。じゃあ80までもし仮に生きたと仮定するなら、僕、あと40年ありますからね。今年で僕40歳になりますけども、平均寿命の80ぐらいまで生きたとしたあと40年あるわけですよ。でこの40年の中でどうやって飯食っていくのって話なんですよ。どこに時間かけるっていう、この40年にどこに時間をかけるべきなのかと。どう思いますか この40年まあすみません、僕が40なんでね、僕はネットもやりまくりますけど、今、あなたがやってる仕事、そこに時間をかけてね、その後の未来を想定、予測できますか、うん、だって今、0歳の子が20年後、20歳ですからね、生まれた瞬間、スマホ、生まれた瞬間、タブレット、インターネット、当たり前、今、学校教育にもインターネット入ってると思いますし、どうすかって話です。 だからもう僕はもうネットしかないと思いますし、うん、情報発信をまず極めるべきだと、うん、それで軍資金作ってお金そのもう0円の時でそ,のそ,のそれで0円から軍資金作ってその軍資金を、まあ、不動産勉強して不動産に回すのか株に回すのかなんだ仮想通貨に回すのか、まあ、それは自由なんだけどもまずその回すお金ですよね軍資金を作るっていう。 ゼロから軍資金を作る、ここは絶対マスターしようと。で、これマスターしとけば、なんだあの、うん、こっちでショートしても、こっちでショートしても、こっちでまた作れるじゃないですか。逆に言うとこっ,こっちでショートしたっていうのをネタに使って、こっちでなんかいろいろ言えますからね。負けた、エフクスで負けました、800万みたいな。っていうアクセス集められますからね。<laughs> そう <laughs> だから負けた方がアクセス取れるみたいなね、みんなういって言いたいじゃないですか、でも調子こいてやってっからで、ざまを見ろって見たいじゃないですか、だからそれを狙って、わざと演出するんですよ、そんなのは <laughs>。だから上級者になると、これ、わざと演出できますからね、そういうのがみんな好きなんで、そう、役者ですよ、も,うもはや、負けました、みたいやっぱ僕だ、調子に乗ってました、すみません、みたいな、役、役,役,あの役者あの、役者になればいいんです、そんなの。 エンターテインメントですからだからもうやり方次第で無限にいろいろできますからねうんだから今,今この時代に情報発信情報見てるんだけど自分が情報発信できないっていうのはぶっちゃけ金も搾取されるし時間も搾取されるだけですよどうすか僕に時間を搾取されていませんこの動画ここまでもう5 1時間か投げな投げなだいぶ喋っちゃいましたね これ1時間僕から搾取されましたね。すみません。<laughs> そ<う>発信する側になりましょうよ。本当ね、僕はね YouTuber はねすごいありがたいなと思いますよ。昔こんな全裸監督の時代なんかね、こんなカメラじゃないですか。どうですかこんなカメラもらって、くうーんもうめちゃめちゃ汗びっしょりかいてこんなやってたと思うんですよ。ね、ちょっとこれあんま言っちゃいけないかもしれないですけど、 ここんなカメラ持ってこう動かすのマジエグいっすのいよねどうすか今スマホでこれでいいんじゃないですかどうすか昔これで動いてたわけですよいやー相当きつかったでしょうね今はもうスマホとかあとね GoPro とか GoPro こんなにつけられるしねどうすかさああのこれ言っていいのかななんかあのちょっと YouTubeYouTube 版の,そのポルーチューブだったりな,なんかそういうのもあるんですよ それでも最近はもう素人さんバンバン出てますからねバンバンで言い過ぎかそうこれねあのアメあの結構ちょっと有名な人いるんですよ今でそのアメバ TV でその,そのカップルカップルがその性を公開してあのやってサブスクもやってるんですよで確かねあの300万か400万つってたかなちょっとそのちょっと結構前に見たんですけどそのアメバ TV かなんかで、ね、そのカップルが そそのポルチューブとそあとサブスクですね自分のサコミュニティやっててコミそのポルチューブの広告費が月額30から50とか言ってたかなまあアフリ報酬みたいなねであとは、まあ、メインはそう自分のコミュニティのサブスク月額2000円ぐらいで月額2000円ぐらいで2000人ぐらいいたのかな2000円で2000人いたら400万ぐらいですか 結構稼いでますよああもう時代変わったなと思いますね,ねこの全羅監督の時代と本当とに個人がねなんかもうすごいですよね昔はこんなカメラでこうやって撮影してビデオデッキでこうみたいな話だったんだけど今スマホでねピッてなんかねカップルが撮って <laughs>。 それでサブスクでやったりとかして何百万みたいなね、うん、稼ぐは時代ですよだからもう時代変わったなと思いますよ本当に変わった、うん、昔じゃ考えられないですよね、うん、だからその何だろうな全裸監督の花全裸監督に合わせるんだったらその宇宙からねエロを降らすみたいなね 宇宙からエロを降らすんだって衛星から飛ばすんだみたいにやってましたけどそのだからこの全裸監督のやっぱ未来をやっぱ見る力眼力はあったんでしょうねだってもう今はもうそんな感じじゃないですか衛星っていうかネットですよねネットでぶわーなってて個人がそうできやってるんでね個人がエロだから個人が 昔はテレビ局とかそう制作会社がこうやって撮って売ってましたけど今は個人が、ね、エロをぶわって出せる時代になったっていうねこれは革命ですよ革命エロの革命ですね <laughs> いや僕ねもうあびっくりしましたねそのカップルがそのアメバ TV に出ててインタビュー受けててあ出るんだみたいなね <laughs> 時代の変わり目ですよねこれは本当に。 だ今後どんどんやっぱねやっぱ価値観の転換転換期というか多分今のね年齢が上の人は多分それは多分ちょっとあれだと思うんですよお頭おかしいんじゃないかって多分思うでしょいやでもそうなってくるんですよどんどんオープンだから昔その,あのプログラミングもそうなんですけどプログラミングも最初はそのなんかこうか その隠して、隠して、隠して、隠してみたいなやってたんですけど、今オープンソースみたいなね。もうなんかオープンソースコード出てるみたいな。で、これで作ってみたいな。アップル、アップルの、なんだ、アップルのアプリとかも全部オープンで出してんのかな。で、作っていいよと。みたいなね。だもうどんどんオープン、もうフリー、オープンみたいな。だから逆にそのオープンにできる人、フリーにできる人の方がこれからどんどん勝っていくというか、うーん。 だから発信ができないっていうのは結構きついと思いますけどねまああなたの会社の今後のね業績がね右肩り上がりでね大丈夫ですよ設谷さんとうちの会社はね大丈夫なんですと未来を予測してる会社なんでこれから売り上げバンバン上がりますよと給料も上がるんですといやうちの会社はバブルなんですと大丈夫ですって思うんだったら別にやんなくていいと思いますけども なんかソフトバンクもねあのなんだこう昨日か日本で,日本で2番目に大きい赤字1.7兆円出したっつってねウクライナのねまあソフトバンクってもう投資会社なんでウクライナの件があって一気に下株価が下がってね前は5兆円ぐらい上がってねでもウクライナがね <laughs> 一気に下がって1.7兆,兆円の赤字みたいなねこれはすごいですよね逆に言うと今ソフトバンク買いかもしれないですよねそう 逆に言うと <laughs>、ソフトバンクの株下がってますよね、ちょっと見てみようかな、ソフトバンク株、ソフトバンクの株ってどうなんだあー、ここの、3月22、あー、ちょっと下がってますね、またでも、3月20、あー、なるほど、下がって、下がって、上がって、今、ちょっとずつ上がってんな。 うん、あ3月のやっぱ3月の終わりぐらいが結構下がってますね、うん、なるほど、うん、あはい、まあ、そんな感じでございます、はい、ということであのー、まあちょっと日にちはまだ決まってないですけど まあちょっとお待,たせお待たせいたしますけれども、えー、いっぱいお待たせしてね、出しますから、20万値上げなんで、本当にあの本気の人、や,もうやらんとあかんと思ってる方はね、アドバンスコース入っていただいて、情報ビジネスね、しっかりと情報発信できるようにで、あと自分の商品をダイレクトでしっかり売れるっていうね、で自分の商品じゃなくてもいいんですよ。要は、集客をして何か売れるっていうスキルです。そうすれば、自分が商品なくても、別にアフリエイトもできるんで。 ジョイントしてアフリートしていくとかね、まあ、ジョイントするだったりとか、アフリートするとかもできるんで,で。直近で僕も売ってたのは、熟成さんの、僕の商品じゃなくて、熟成さんの商品直近で売ってましたからね。僕の商品じゃないんですよ。だけど、そのジョ、ジョイントするとか、まあ、アフリートね、するとか。やればいいわけですよ。なんか集客をして、ちゃんと売れるっていうスキルです。で、それがあれば、アフリエイまあ、アフリートなんか言ったら、もうね、まあ、情報系のアフリートするんだったら、インフォトップ、インフォカート僕、最近見てないんで分かんないですけど、いっぱいあるでしょうね。 うん、あと、ブレインとかもあるのかな。ブレインもアフリート、多分アフリート機能あると思うんですけど、まあ、いくらでも商品アフリートできるんで、うん、集客してしっかり売るっていう、この、なんだろう、まあ教、集客、教育、販売ですね。集客、教育、販売。これをしっかりとアドバンスコースに入って勉強して、えー、やっていただくといいと思います。はい。ということで、終わります。では。